個性という特殊能力を駆使して平和を守るヒーローたちの戦いを描いた僕のヒーローアカデミア。あなたが一番強いと思うヒーローは誰ですか？ノーム以外は完封できるイレイザーヘッド。ということで今回は A 組最強ランキングについて解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時あなたはよく考えたらお茶子強すぎだろと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。20位は葉隠れ透です。透明美少女葉隠れちゃん、彼女の個性は透明化という光の屈折を利用して透明になる個性を持っています。全然見えなくなっちゃう個性だから強そうだけど、なんで最下位なの？確かに不意打ちや潜入捜査の時には強力な個性なのですが、あくまで透明化は視覚的に見えなくなるだけなので、戸賀卑弥呼の気配まで消せるミスディレクションとは違い、気配や物音までは隠せず、葉隠れ自身は特別な力を持っていない普通の全裸女子高生でしかないので、感知系個性持ちや轟章とのような範囲攻撃個性には非常に弱いため最強ランキングでは最下位となりました。19位は二郎教科です。よくコスプレさせられる二郎ちゃん。彼女の個性イヤホンジャックは基本的にサポート寄りの個性ではありますが、サポートアイテムと組み合わせることで心音を増幅して打ち出すハートビートファズという技が強力で、最大出力なら地面を割ることも可能です。音で地面を割るって相当強そうなんだけど、なんで19位なの？基本的に音で攻撃するイヤホンジャックの個性は強力ではありますが、攻撃力は低く高速力なども弱いため、一人で戦う場合は爆音を流せる女子高生レベルの戦闘能力しかないので、この10位になりました。個性を磨いていけばプレゼントマイクみたいなヒーローになる可能性もあるから将来が楽しみだね。18位は甲田浩二です。角が向けたら一人前。彼の個性生き物ボイスは虫や鳥など他の生物と意思疎通ができるという能力で、刺激する生き物によっては強さが変化することが特徴です。プレゼントマイクと戦った時は苦手な虫を刺激して勝利していたね。もし象やシャチなど強い生き物を刺激できればかなり強い個性になりえますが、現状で甲田が刺激できるのは虫と鳥の2種類で、セントラル病院防衛戦では脳解放軍の幹部を大量の鳥で攻め立てるヒッチコックバーズという技を繰り出し勝利しました。ゼルダだったら大量の鶏に襲われたら死を覚悟するよね。鳥の大群自体は脅威ではありますが、範囲攻撃の個性や身体能力強化系の相手には相性が悪く決定打になりえない点を踏まえて18位という結果になりました。パワーはありそうだから鳥で視界を奪ってフルボッコにする戦法がいいかもね。17位は青山優雅です。ゲリレーザー。青山の個性ネビルレーザーは出力を上げれば輪をも貫通する威力を持っているのですが、使い続けるとお腹を下してしまい継戦能力が低い点が致命的な弱点です。アホになったり眠たくなったりする人もいるけど、下痢になる副作用が一番やばい気がするよ。青山優雅は最終決戦で国枝という脱獄ヴィランと対戦が決まっているので、そこで新たな技が披露されたら順位が変わる可能性は十分ありますね。16位は峰田実です。全てがいかがわしいヒーロー。峰田の個性もぎもぎは何でもひっつく謎の性質を持っており、高速能力が非常に高い個性です。攻撃力は低いけど高速能力はめちゃくちゃ高いよね。でもさ、堀越先生ももぎもぎは強い個性って言ってたけど、その割には順位低くない？無傷でヴィランを確保する必要があるヒーローにとってはもぎもぎの個性は非常に有効な個性ではありますが、何分峰田自身の身体能力が低く、もぎもぎをかいくぐって接近されるとなすすべなく負けてしまう致命的な弱点がありますね。単体だと弱いけど戦闘系の個性のヒーローと組んだらめちゃくちゃ有能な個性だよね。クラス対抗戦でもぎもぎを使った高速移動術羽ミネタを翔太2連撃に見切られ、接近されて倒されてしまっていたので、ミネタの身体能力が向上すれば最強個性の一角に化ける可能性は十分にありえるのではないでしょうか。15位はアスイツユです。カエル化美少女。彼女の個性カエルは体
カエルができることなら大体できるという能力で、周囲の風景に擬態、舌を伸ばして移動や捕獲、壁に張り付いたり、弱めの毒を出すことができます。水辺ならむちゃくちゃ強い個性だよね。動物系の異形個性はミルコのように磨き上げればトッププロでも通用する強い個性のため、つゆちゃんも個性を磨き続ければトッププロに匹敵する強個性になる可能性は高いです。もしヤドクカエルみたいな致死毒を出せるようになれば相当強くなれるよね。つゆちゃんに関しては個性以上に彼女自身が非常に優秀で、冷静沈着な分析力とリーダーシップを備えた指揮官向きの頭脳を持っているため、どんな個性を持っていても将来はトッププロになっていることは間違いないでしょう。14位はオジロマシロウです。ミスター普通の人。彼の個性は尻尾が生えているだけのごく普通の個性なのですが、本人の真面目で実直な性格とたるまぬ努力によって UA のエリートたちに食らいついている紛れもない努力の天才です。オジロくん個人の努力がすごいってことだね。彼の格闘スキルはかなりのもので、凶悪な個性を持ったヴィラン相手でも制圧できるほどの実力があるのは間違いないのですが、ノームなどの怪物相手に対応するのは正直のところ厳しいと思います。オジロくんはハガクレちゃんと結婚して無難な幸せを手に入れてほしいよ。13位はセロハンタです。ヒロアカ界のスパイダーマン。肘からテープを出し、ヴィランの拘束や立体機動を得意とするセロですが、応用力はあるもののテープ自体の強度が低く、素手でもちぎれてしまうため、パワー系の個性相手には拘束力を発揮できない弱点があります。いろいろできるけど、特化はできない器用貧乏って感じの個性だね。セロハンタ自身も、成績自体は中の上くらいに位置しており、優秀ではあるものの、良い意味でも悪い意味でも無難な性格をしているため、将来的にはヒーローランキング20位前後くらいの実績に落ち着くのではないでしょうか。12位は佐藤力道です。シンプルにパワーキャラ。佐藤の個性シュガードープは糖分を摂取することで3分間身体能力を5倍にするという単純かつ強力な個性で、クラス対抗戦では爆豪が身動き取れないほどの強度で溶接された金属を素手で破壊したり、デク奪還作戦では信号機を飛び越えるほどの脚力を見せるなど、大半のヴィランなら力押しで勝てる脳筋個性です。ある意味ワン・フォー・オールに近い個性だよね。単純かつ強力なシュガードープですが、糖分を過剰摂取する性質上、効力が切れると強烈な眠気や倦怠感に襲われてしまうというデメリットがあり、制限時間内に勝負を決めれないと敗北確定という大きなリスクを背負っているのですが、個性の持続時間が伸びていけば上位のトッププロになれる可能性も秘めています。美味しいケーキを作るくらいしか活躍がないから、最終章では見せ場が欲しいよね。11位は障子目像です。個性なしの殴り合いだとミリオの次に強い人。異形型個性の複製ワンは腕や目、口などを複製することができ、どちらかというと索的に特化した個性のため戦闘向きではないのですが、障子自体の身体能力が非常に高いため、サポート個性でありながら対人戦も強いという単独で活躍できるタイプのヒーローです。複製腕で包み込めば負傷者の保護もできるから災害救助でも活躍できそう。複製腕で相手をタコ殴りにするオクトブローや、複製腕を一本に束ねて全力でぶん殴るオクトスパンションは一見強力に見えますが、障子曰くコンクリートを砕く力で殴ったと言っており、シュートスタイルのデクの蹴りや佐藤力道のシュガーラッシュより攻撃力が低いため、ノームなどの怪人系には通用しない可能性が高いです。索敵もできてある程度戦えるから、トッププロまではいかなくてもギャングオルカみたいなヒーローになれそうだね。10位はアシドミナです。運動神経抜群女子。彼女の個性3は非常に殺傷能力が高く、3の強さや粘土濃度を自在に操れるため、鉄の扉を数秒で溶かす強酸を飛ばしたり、自身を保護する保護膜を張ったりなど、戦闘に関してはトップクラスの実力を持っています。中距離なら酸を飛ばして攻撃もできるから、かなり強い個性だよね。酸で全身を包む必殺技アシッドマンはダビの総炎も無効化することができるため、ダビやエンデバーにも勝てる可能性があるというのがアシドミナの強いところですね。現時点だとダビに本気出されたら焼き尽くされちゃうと思うけど、
成長して個性をさらに伸ばしたら対等に戦えそう。彼女自身の身体能力も非常に高く、ダンスを応用した身のこなしと3を使った高速移動も可能なため、対人戦なら無類の強さを誇るのは間違いないでしょう。9位は雷電気です。イケメンだけどアホになる人。雷の個性帯電は、体内に電気を蓄え放出することで広範囲の敵を一気に制圧できるかなり強力な個性なのですが、味方も巻き込んでしまうことや、放電し続けると頭がショートしてアホになってしまうという大きなデメリットを抱えています。かなり強いけど使いどころが難しそうな個性だね。サポートアイテムで電撃に指向性を持たせることでデメリットを解消することは可能ですが、攻撃までに準備が必要な点や継戦能力が低い点を踏まえると単独でのヒーロー活動は難しいかもしれませんね。全面戦争みたいな乱戦ならかなり強い個性だと思うよ。8位は霧島栄次郎です。絶対倒れないマン。彼の個性効果は全身を硬質化することができる個性で、圧倒的な防御力はもちろん、拳や指を極限まで硬質化させることで攻撃力を上げることも可能です。かっちゃんが倒れねえのはクソ強いって言ってるくらいシンプルだけどめちゃくちゃ強い個性だよね。この個性の弱点として機動力や遠距離攻撃がないことに加え、防御中心の受け身な性質上、相手に戦う意思がないと実力が十分に発揮できないという立ち回りに関しても難しい点はありますが、誰かを守ることや突破力に関してはピカイチな個性と言えるでしょう。ダビの総援も根性で突破できたから、個性が磨かれればダビにも勝てるかもしれないね。肉弾戦においてはトップクラスの戦闘能力を持っていますが、鉄鉄のスティールの個性と性質が同じなため、毒ガスなどの間接的な攻撃には弱いかもしれないですね。7位は八百万桃です。公式チート個性。彼女の個性想像は構造を理解しているものなら生命以外は何でも作れるという堀越先生も認める屈指のチート個性です。武器から鉄骨まで何でも作れるすごい個性だよね。大きなものを生み出すのは時間がかかるというデメリットがありますが、理論上核爆弾でも作り出すことができる凶悪な個性で、倫理観を取り払えば致死性の毒ガスやギガントマキアも昏睡する麻酔薬などありとあらゆる大量殺戮兵器すら作り出すことが可能です。この個性を八百万じゃなくてドクターガラキが持ってたらとっくに世界征服されててもおかしくないくらいヤバい個性だよ。最終決戦では裏方に回ってしまった八百万でしたが、全ヒーロー全ヴィラン合わせても最強個性の一角なのは間違いないでしょう。6位は飯田天也です。僕らの委員長。彼の個性エンジンはふくらはぎから生えたマフラーからジェットエンジンのような推進力を得ることができる個性で、作中でも最もスピードが速く、そこから放たれる蹴りは一撃で相手を混沌させるほどの破壊力を持っています。飯田くんは体格もいいから F1 に突撃されるようなものだよね。スピードに特化したシンプルに強い個性ではありますが、あまりにもスピードが速いため制御が難しく、活動時間も短い点が弱点と言えるでしょう。お兄さんのインゲニウムは救助に特化したヒーローだったから、そっち方面で進化を発揮しそうだよね。5位はうららかお茶子です。よく考えたらチート個性。お茶子の個性ゼログラビティは5本の指で触れた対象を無重力にするという強力な個性で、3トンまでならどんなものでも無重力にできるチート性能を持っています。飛行能力がない相手なら触るだけで一撃必殺ってことだよね。ある意味しがらきとむらの崩壊に匹敵する凶悪な個性で、触られた瞬間即無効化できる点はもちろんのこと、瓦礫などを無重力化して降り注がせたり、複数人を同時に空中から落下させ皆殺しにしたりと、ふわふわとしたお茶子のイメージとは程遠いほど殺傷能力に秀でており、なおかつ自身を無重力化することで空中移動高速起動もできるという攻守にわたって万能な個性でもあります。近距離から遠距離まで対応できるのは強いよね。さらにお茶子は近接格闘術ガンヘッドマーシャルアーツを習得している点も非常に個性と相性が良く、相手の攻撃をいなしつつ個性を発動すればどんな凶悪なヴィランでも制圧可能で、今のお茶子なら USJ 襲撃事件で現れたパワー特化型ノームですら
宇宙に追放することが可能です。近接特化個性の桐島くんや飯田くんですら最初の攻撃をガンヘッドマーシャルアーツで捌くことができればほぼお茶子の勝ちって考えるとめちゃくちゃ強いヒロインだよね。4位は常闇文影です。中二病を極めし者。常闇の個性ダークシャドウは意志を持った影の分身のようなもので、闇が深ければ深いほど絶大な力を発揮するチート個性です。状況によって強さが変わるけどハマったらむちゃくちゃ強い個性だよね。個性自体に自我が芽生えているため暴走する危険性があるものの、最終章の段階では完全に意思疎通することが可能になっており、全力のダークシャドウの一撃は前世紀のオールフォーワンですら恐怖を覚えるほどの威力を誇っています。パワーだけでいけばギガントマキアにも対抗できるくらい強いよね。パワーだけでなく常闇を抱えることで自由に飛行できたり、相手を包み込むことで闇の牢獄に捕らえたりすることも可能なため、全力のダークシャドウならばハイエンドノームですら制圧することは可能だと思われます。闇の中限定っていう縛りはあるけど普通に最強クラスなのは間違いないね。3位は轟ショートです。面がいいイケメン。火炎と霊気を操る半霊半燃の個性は非常に強力かつ制圧力に優れており、個性を増幅させる技核灼熱拳輪を併用すると威力効果範囲が爆発的に向上し、霊気系の奥義代表解消は町一つを氷漬けにする威力を発揮しています。もはや天変地異レベルの技だよ。半霊半燃の個性は範囲攻撃だけでなく近距離から遠距離まで幅広く対応でき、攻撃力もトップクラス。氷を利用した高速移動も可能で、擬似的にではありますが空気を膨張して押し出す亡霊熱波を使用すれば空中機動も可能です。超ゴリ押し脳筋個性以外の相手だったらほとんど圧勝できる強さがあるよね。2位は爆豪勝樹です。強いけど戦績が黒星だらけの人。爆豪の個性爆破は攻撃に特化した個性ではありますが、汗を爆発させるという性質を持っているためサポートアイテムと併用すれば仲間に手榴弾として渡すことができたり、面制圧重装機動ストレイフパンツァーを装備すれば一人で戦況を変えることができるほどの制圧力を持っています。かっちゃんの格闘センスと合わせて効果範囲を絞った AP ショットや閃光弾のように目くらましもできる汎用性の高い個性だよね。最終決戦では粒だった汗を起爆させる新技クラスターを編み出したことで全ての技がレベルアップしたのに加え、対死柄木戦で見せた血流に起爆性の汗を逆流させることで発動する全身起爆モードは完全対死柄木ですら圧倒する戦闘力を発揮していることから、全身起爆モードを完全に習得することができればオールマイトに近い強さを手に入れることは間違いないでしょう。習得までに何回心臓が爆発するかわからないよ。1位は緑八重塚です。オールマイトを超えるヒーロー。8代にわたって継承され力を増幅させてきた個性ワン・フォー・オールはもはや自然の断りを超越した個性になっており、最終決戦時においては瞬間的に全盛期オールマイトを超えるワン・フォー・オール 120% のパワーを発揮しています。さらに歴代継承者の個性も全て使用することができるようになっており、危機感知黒鞭煙幕浮遊八景変速超パワーと全ての個性を併用することで一部の隙もない最強個性なのは間違いないでしょう。ついにオールマイトを超えたヒーローが現れた。超人的な個性に加えデクの作中屈指の頭脳と元無個性という弱者の思考も兼ね備えているため、慢心や油断もなく心身ともに最強なヒーローと呼んでも過言ではありません。それでもオールマイトの方が強そうに見えるから全盛期オールマイトってヤバすぎるよね。個性が強力すぎる分体への反動も大きく、超パワーに肉体が耐えられないことに加え、変速の個性を使用した際は全細胞が疲労し身動きが取れなくなるデメリットを抱えているため継戦能力に不安があり、その点を踏まえると全盛期のオールマイトにはまだ及ばないとも言えるでしょう。覚醒死柄木戸村も覚醒デクも全盛期オールマイトと戦ったら勝てるイメージが湧かないよね。ということで今回は A 組最強ランキングについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
独断と偏見による最強ランキングだから、あなたが考える A 組最強ランキングをコメント欄で教えてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。ヒュルスウルトラ。